アイテム番号、SCP-CN46。オブジェクトクラス、ユークリッド・ケテル。特別収容プロトコル、SCP-CN46 は収容困難であるため、担当に配属された職員は CN46 の発生と影響を最小限に食い止めることを最優先事項としてください。財団本部は、全世界の新聞、雑誌やテレビ報道に対して継続的な監視を行い、CN46 の象徴的な声明を捜索します。もしこの声明文が現れたなら、すぐさま実施要項解放運動、112に従い情報を抑制し、必要な副写を取った後に SCP-CN-46-1 を含んだ新聞、雑誌や映像、音源をすべて破壊します。これには放送記録等のすべての副写を含みます。すでに CN-46-1 が衆目にさらされてしまっていた場合には、一般向けの大規模なクラス B 記憶処理を実行しなければなりません。CN-46 が第2段階に進行してしまっている地域の全住民に対しては、財団は弾圧的な対応を取った上でクラス A 記憶処理を施します。もしも CN-46 が第3段階に進行した場合、できるだけ早くその国の統治体制を復元するために、国際外交による圧力を用いて内政に強力な介入を行うべきです。同時に5つ以上の複数の国で CN46 が第3段階へ進行した場合、すぐさま潜在的 IK、クラス文明崩壊シナリオを本部評議会に報告してください。CN46-1 はすべて財団中国支部で記録を整理し保管すべきであり、それとともに出現の法則性を見出すための研究が行われます。説明、SCP-CN46 はミーム的な一連の現象です。通常これは一本のテレビ報道あるいは新聞の原稿として現れ、SCP-CN46-1 と分類されます。注意すべき点として、CN46-1 は決まって紙の媒体で現れ、これまでのところそれ以外の形態を取る CN46-1 は確認されていません。CN46-1 の内容は通常、反乱を呼びかける講演記事として現れます。既存の CN46-1 例を見るに、記事の内容はお世辞にも質が良いとは言えず、ただただより多くの人の目に留まるようなもの、担当職員が、派手に立ち回って人目を引こうとしている、と評価する、で構成されています。これらの記事の形式は、まず特定の地域での不平等な扱いの例を列挙した後に地方政府への批判を掲げ、そしてその後に最も注目すべき CN46-1 の象徴的な声明文、何故自身の自由を大切にしないのだ何故、自由がための戦いを始めないのだ、が提示されます。多くの場合、この文章で CN46-1 は締めくくられます。記録されている CN46-1 は全て何の前兆もなく突然出現しています。CN46-1 が出現した新聞社やテレビ局の従業者は、それがいつ出現したか、またどのようにして出現したかを知りませんでした。新聞社の従業者は食事された時点では CN46-1 の文章が存在していなかったと述べ、またラジオ局の従業者も放送予定に CN46-1 の文章は存在していなかったと述べています。しかし奇妙なことに、CN46 の初期段階が発生した時点で新聞社の従業者などに聴取を行った場合、彼らは総じて CN46-1 の存在に気づき違和感を抱いており、その後視界の中に常にその文章があったことを報告しています。CN46-1 の出版や報道を適切に抑制できなかった場合、すぐさま CN46-1 の維持用な効果が形成され、それは主に以下の段階に表されます。第1段階、CN46-1 が正常に公開された場合、それらを読み取ったあるいは聞き取ったあらゆる個人は彼らの生活圏の地方政府に対して不満を感じるようになります。1時間以内にこの不満は G 運動やその他の形で政府に対する抗議活動となります。この際政府が行う抗議活動に対するあらゆる釈明や説得は意味をなしません。抗議の波に対するあらゆる妨害の試みは無意に終わり、最終的には必ず民衆による暴力行為を招きます。この段階で民衆に対して大規模な弾圧を伴うクラス B 記憶処理を行うことで影響を取り除くことができます。この段階は通常、1、2日間続きます。第2段階、第1段階の終了後、一編の新たな CN46-1 が現地の新聞に現れます。これはこの段階の開始の指標になります。
新たな CN46、1は、一度目のものと同一の象徴的な生命を含みますが、文章そのものの総量は2倍程度に増加しています。その内容は通常、民衆の抗議に対する政府による暴力的な弾圧行為、たとえそのような行為を政府が行っていないとしても、を厳しく批判します。その後現政府による統治の合理性と妥当性について攻撃し、それを絶対的な個人主義の解釈によって補完する内容が続きます。この記事の公開あるいは放送に成功した場合、第1段階における抗議活動は暴動に発展します。また抗議者は最終的に暴力でもって統治権力を散奪し、統一新政府を打ち立てることを企てます。しかし、個々の抗議者の努力にもかかわらず土地は無秩序の状態に保たれます。暴動の参加者に対してクラス A 記憶処理を行うことで事態を収束させることが可能です。第3段階、第2段階の終了後、新たに発生する CN46、1は暴動が発生している地域の属する国家の半分以上の地域の報道機関に現れます。注目すべき点として、この最新の CN46、1は第2段階のそれの2倍の紙面を占有し、かつこの文章は一面記事、あるいは重要な事案として報道されます。その内容は存在しない調査結果あるいはその政府とは何ら関係のない弾圧事例を拡大解釈したものに基づく国家全体の政府に対する激しい非難になっています。文章の中では繰り返し自由のために戦うことを強く訴え、現政を転覆させるために絶対的な自由の美しさを歌い、また CN46、1の象徴的な声明文が繰り返し使用されます。第3段階に入ってしまった場合、SCP-CN46 の影響を取り除くことは極めて困難です。この段階に入って間もなく、現政府に対する反乱が次々と起こり速やかに国の分裂につながります。このような極限状況下においても CN46 の効果は発揮され、統治政府が民衆を満足させることは難しく、些細な意見の食い違いが大規模な暴動や民衆による反乱を招きます。むしろ甚だ式に至っては民衆は政府の存在そのものに不満を持ち、彼らは無政府や机上の理想郷的な政府像を追い求めることに傾斜していきます。この段階は、国家間戦争を引き起こす恐れが飛躍的に高まるため、財団は財団が持つ国家的影響力を最大限に利用し大規模な戦争の発生の阻止に努めなければなりません。注目すべき点として、回収された CN46、一例はすべてそのミーム的維持要請を失っており、それらに暴露した財団職員からは CN46 の影響が確認されませんでした。CN46、一の維持要請消失と時間経過の関連性等に関する研究が継続されていますが、現在のところその成果は芳しくありません。CN46、1の出現間隔は一定ではなく、また出現した地域間にも現時点では関連性が見受けられず、アマスさえその筆跡にも個々に大きな違いがあります。我々が見つけることができた規則性は、CN46、1の文中に必ず現れる、何故、自身の自由を大切にしないのだ何故、自由がための戦いを始めないのだ、という部分のみです。CN46 の影響を早期に抑制するために、我々は CN46 の法則性を見定めようとしています。現時点では推測に過ぎませんが、おそらく CN46、1は全世界のうちたった1地域にのみ出現し、同時に複数の地域に出現することはないと思われるため、これにより収容はわずかに容易となりました。付録 CN46、1我々は歴史資料の情報を照合し、SCP-CN46 が我々が思っていたよりも前に出現していたことが判明しました。1914年06月28日付のサラエオの地域新聞に、CN46、1の象徴的な声明が発見されました。世界中で起きた歴史的な大きな事件の背景に CN46 が存在していたことをほのめかす関連文書も発見されています。付録、事件記録、CN46、2011年。アメリカ合衆国、イギリス王国シリア、アラブ共和国、にて CN46、1が短時間の間に連続的に出現しました。これは CN46、1が複数地点で発生した初の事例です。CN46 の維持要請が進行した場合の危険性を憂慮し財団はアメリカ及びイギリスで発生した CN46 の鎮圧に全力をつぎ込みました。そのため財団はシリアで発生した CN46 の影響の鎮圧に失敗しました。
シリアは現在第3段階の最中にあり、現在財団はシリアにおける CN46 の解決を図っています。付録、事件記録、CN46-3、2000年、朝鮮民主主義人民共和国内にて CN46-1 の出現が確認されたように思われましたが、現実にはその CN46-1 は民衆の政府に対する不満を刺激しませんでした。その代わりに世論は、最大の自由を得るために、を掲げた他国への攻撃へと向かいました。これは CN46 の性質に変化が見られた唯一の事例です。我々はこれを受けて、CN46 は自己意識に相当するものを有していると推測しています。この、意識、の目的は依然不明ですが、一説には北朝鮮による財団に対する復讐のための利用ではないかとされています。CN46 に関連した事件を受け慎重に協議を行った結果を通知する。即刻オブジェクトクラスをケテルへ引き上げよ。おご。付録 CN46-4 発生した、あるいは発生を未然に防いだ CN46 を分析した結果、中国国内で CN46 の維持要請は発現せず。また CN46-1 実態が出現したこともないということが判明しました。このため、回収された CN46-1 は中国支部が国内収容します。しかし、依然として CN46 がどのようにして発生しているのか突き止めることができておらず、我々は今後安全な収容方法が得られることを望みます。付録 CN46-5CN46 の影響を受けている人物への聴取記録。エージェント、なぜあなたは政府に反対しているのですか？あのクソ害虫どもが俺たちの自由を奪ったんだ。奴らは俺たちを押さえつけていて、だから俺たちは今こそ自由が必要なんだ。エージェント、あなたは何を望んでいるんですか？例えば、より多くの利益とか？俺たちはそんなもの必要ない。俺たちには自由が必要なんだ。エージェント、だから、その自由とは具体的にどういったものを示しているんですか？あんたも自由を知らないのか？自由こそ自由だ。俺たちは自由を得るために全てをやっているんだ。